チンボは、韓国のシンガーソングライター、音楽プロデューサーである、スパーフリークレコーズ主催。その音楽スタイルは、ヒップホップやネオソウルなどの黒人音楽をベースとしている。ヨンドン中学校在学時には、プライマリーと共にバンドサークルに在籍し、三文高校進学後は、黒人音楽サークルを結成して活動した。2005年、群入隊の直前にデビューアルバムである。 コールマイネームを制作。入隊後にアルバムが発表された。2006年、ウリームエンターテインメントと契約したチンボであったが、音楽的な方向性が合わずに契約を解消した。チンボは、この医薬金を払うために、一般企業へ就職。仕事をこなしながらに進路を模索していたが、音楽を専業とすることを決意して退職する。チンボは、 インディペンデンスレーベルスパーフリークレコーズを設立し、2010年にアルバムアフターワークを発表。アルバムは韓国大衆音楽賞において R&B ソウルアルバム賞を受賞した。2012年には少女時代の G などの K-POP 曲リミックスを収録した K-R-N-B を発表したほか、アルバムファンタジーを発表した。 ミュージックビデオは映像プロダクションチームジギペジが制作し、このアルバムで第11回韓国大衆音楽賞の最優秀 R&B ソウルアルバムを受賞した。2017年には KRNB の第2弾 KRNB2 を発表。一人で制作した前作とは異なり、このアルバムにはクラッシュ、フユリ、ジーソウル、ナジャム、スー、スミンらが参加した。 ありがとうございます。